はい、とりあえずパタヤからバンコクに向かいます。というかもうここからスアンナプームに行くんですけど、はい、これからパタヤからバンコクに向かいます。ちょうど今午前10時ぐらいですね。でベルトラベルっていうインターネットで予約できるバス会社、ホテルまでピックアップに来てくれるんですけど、まあ、自分のホテルゲストハウスなんで乗ってなかったんで、近くのエペックスホテルっていうところの前で10時20分ピックアップということで、結構普通のスアンナプーム行きのバスステーションまで行ってチケット買えば120バースなんですけど、ちょっと当日に行けば1時間先とか2時間先まで、まあ、埋まってる可能性があるという情報があったんで、でそこまのバスステーションに行くまでのコンテナ乗り場も結構遠いんですね。なので280バースなんですけど、このベルトラベルインターネット上で全部決済、まあ、前日に120バーツの公営のチケットも買えるらしいんですけど、それバスステーションまで行って買わなきゃいけないんで、結局手間がかかるし、損定代もかかるし、はい、これから乗っていきます。今ベルサービスの車ですね、ホイットワゴンでバスステーションまで送ってもらいますね。なんですけど、これは便利かも。あ、サンキュバスとか期待してたんだけど、出発ですね。
です。まだかなり時間があるんですよね。あれ、スパイスクート .com ってスクートもこっちに飛んできてるのかな。一部ドンファンだったらね、あと2時間40分ぐらいはラウンドサイドで待たなきゃダメですね。 TG とかだったらね入れるんだけど、